クラスメソッドヨーロッパマネージングダイレクターの東と申します。ドイツからお送りしております。クラスメソッドヨーロッパはですね、今回私自身はリインベントには参加していなくて、一人ヨーロッパからスタッフをラスベガスに派遣をしました。まあ、ただ、キーノートといくつかのポイントになるセッションはですね、興味深くこちらから見ていますので、その中でですね、以前のキーノートと今回のキーノートを比べてですね、私はエンジニアではないので、ダイレクターの立場から、これからその AWS がどういう風になっていくか、 とところをそういいいいったたた視点から発表させていただきたいと思いますリ・インベントとともにある3人といいますか、まあ、AWS の中でこの3人というのが創世紀からですね大きな役割を果たしていたわけですけれども、2003年にですねアンディ・ジャシーとジェフ・バー、もともとはジェフ・バーが AWS の CEO になるという予定だったわけなんですけれども、エヴァンジェリストの立場にとどまったまま、アンディ・ジャシーが CEO になったと。 というところで、そこから一貫して、外向けのプレゼンテーションでありますとか、サービス発表というのは、この2人、およびバーナーですね、が Amazon 本体の CIO として、AWS のイベントに登壇をして、サービスの発表であったり、実際どういうものを Amazon 本体の中で使っているかというのの発表を待っていたというのがあります。 で、そこにですね、アンディが Amazon の CEO になったところで、アダムがですね、昨年から AWS の CEO を引き継いだわけなんですけども、この人も AWS もともと長い人で、途中タブローの CEO として5年間戻ってきて、そこから CEO になったという形で、まあその間にリインベントがずっとあってたわけなんですけども、かなりやはり CEO が変わってトーンが変わったというのは見て取れました。 2017年、これ私がクラスメソッドに入社した年のインベントなんですけれども、これおそらく一番サービスの発表が多かったキーノートじゃないかなと思います。 リインベント、今回で11回目を数えますけども、以前からアンディのワンボイスというところで言うと、AWS はインターネット OS というところで、まあそこの元になるインフラストラクチャーとその上で動くアプリケーションというのを、まあ、次々と発表をしていって、AWS をインターネット OS として使ってもらうというところが大きな方針で、2017年ですね。まあ今となってはかなり当たり前のサービスになっているものが次々と発表された年だったと思います。 152分間でちょっと手で数えたんですけども、39の新プロダクトアップデートがあったというところで、まあ、何分に1回プレイズトゥリリースみたいなあのアナウンスがあって、次々とこういった大型のプロダクトがリリースをされていた。 まあ特にここでいくと、まあ、ファーゲートでありますとか、システムマネージャーですね。あとはガードデューティー。この辺に関して言えば、まあ、今はもうなくてはならない AWS のサービスというのが、まあ、わずかこの5年前に発表がされていたというところですね。 このキーノートの進め方としては、途中にブレイクアウトのようなゲスト、スピーカーが来たりでありますとか、まあちょっと大津な画像が挟まったりでありますとか、その後でまあ話題を転換して、では次、ファーゲートのような形で、どん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 サービスを発表していくようなスタイルが取られていました。一方で、今回のキーノートではですね、えー、若干時間も短くなっていたんですが、新プロダクトのアップデートは19でした。 でこれは AWS が成熟をしてきて、それほどおっと思うような商品がキーノートで内定的に発表されるという感じではもうなくなってきているというのは当然あると思うんですけども、まあ、明確にですね、アダムの目指すべき方向というところがあの見て取れたと思っています。で今回、 もうフォーカスしているのはデータだったんですよね。その中でバスト、アンフォーマーブル、エクストリーム、ポッセビリティスっていうふうな形でテーマを設けて、それぞれ宇宙であったり、海深海であったり、北極であったり、それを超えた人間のイマジネーションというふうな形で、まあストーリーテリングをするような形でキーノートを進んでいきました。 で、まあ、それぞれのコンセプトの中にですね、データに関するプロダクトのアップデートであったり、そのコンセプトっていうのが発表されていきました。で、宇宙というところでいけば、まあ、その膨大なデータの中で、どういうふうなビジュアリゼーションをするのか、分析をするのか、というところでいくと、まあ、どういうそのデータの保全をやっていくのか。北極というところでは、どういうプロセスをやって、そのためにはどういったデュアラブルなものが必要になってくるのか。 が話されて、まあ、最後にそこから超えるデータのインタラクションというところで創造という風なテーマが設けられていました。で、それぞれにぶら下がっているその商品というのはあるんですけども、一貫してそのデータがどういう風うに扱われるかという風うなテーマで話されていました。 ちょっとずらっとこう話をしていったんですけれども、まあアンディ・ジェシーからですね、アダムの方に CEO が変わって、AWS のもう時代もですね、インターネット OS、インフラストラクチャーというところから、スタットアップであるとか、多くの企業ですね、AWS が当たり前にもう使われているような状況が出てきてですね、そういったそのインフラストラクチャーというところから、世界をまたいだですね、データドライバーになろうとしているというのが、まあ AWS の今であり、これからであるかなというのが、キーノートから強く印象を受けました。 まあその中でですね、最初アダムのプレゼンテーションの中のですね、まあ最初の宇宙というところと最後の創造というところからですね、まあそれぞれ橋のプロダクトをピックアップするとですね、Amazon Data Zone と AWS クリ e a n Rooms という二つのサービスが象徴的にピックアップできるというふうに思ってまして、で、これは AWS でなければできないサービス、AWS が当たり前にいろんな会社さんで使われているのが前提で初めて成立するサービスだというふうに思っていまして、 特にまあクリーンルームズについては GDPR が非常に強く意識されたサービスで特にその個人情報を含んでいる顧客情報をインターカンパニーでシェアをしてコラボレーションをするというのはです、ね、非常にハードルが高い顧客情報、個人情報というのをオールユーキャンイートの状態では扱えないという法律的な規制がもうヨーロッパでかかっているので それを統計データとして暗号化をした上でコラボレーションができるというところで、クリーンルームというサービスが成立しているかなと思っています。でデータゾーンは公開情報ですね、まあ、データカトログに代表される公開情報というのもまあ見える化して分析に使えると。 でこの2つの情報をですね、しかも会社をまたいで安全に法令に準拠をして扱えるというところで、まあ、AWS がまあこれから当たり前に使われている状況の中で、インフラストラクチャーからデータドライバーになっていこうとしているというのを機能と新しく今回、実質的なフルスケールでの開催だったので、えー、キーとデビューだったアダムのキーノートから伺いました。私からは以上です。